今回は逆シングルからの足の運びについてご紹介していきます。これの目的は逆シングルを補給した後のしっかりと軸足をステップさせていく、このステップさせていくところはしっかりとポイントの目的になっていきます。注意ポイントとしましては、逆シングルで補給した後の軸足をステップせず、その状態で体重が後ろに残って投げてしまう、こういったことには注意して取り組んでいきましょう。それでは練習方法をご紹介していきます。エースボール1